タイフワン、エマニュエル・ウォーカーは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、シュリーブポート出身のプロ野球選手、ウトをミギウチ、MLB のニューヨークメッツ所属。愛称は、タイウィーズイー。高校3年時まではバスケットボールをメインにプレーしており、ダンクシュートが得意なことから、スカイウォーカーという愛称で呼ばれていた。野球では、遊撃手だったが、 ドラフト前年の9月に友人に勧められて投手に転向。初のマウンドで90マイルパワーの速球を投げ込み、数ヶ月後には95マイルパワーを計測するようになった。高校4年時には67回1、3を投げて、吉943と荒削りながらも93個の三振を奪い、防御率1.77を記録。投手として理想的な体格も評価され、 浅い投手経験にもかかわらず、2010年の MLB ドラフト一巡滅移保でシアトルマリナーズから指名された。6月18日に契約金80万ドルで入団が決まり、ルーキー級のアリゾナリーグマリナーズでプロデビューした。2011年は A 級クリントンナンバーキングスで18試合に先発し、防御率2.89、脱三振率10.52を記録。 シーズン終了後には、ベースボールアメリカ史からマリナーズで、ヘッス・モンテロに次ぐ、第2位の有望株とされ、全体でも20位にランクインした。2012年は、A a 級を飛び級して、AA 級、ジャクソン・ジェネラルズでプレー。6月には、月間防御率9.15とゼフ,フ・不調に陥り、最終的な防御率は4.6 9に終わった。 脱三進率も8.38に低下するなど、やや壁にぶつかったシーズンになった。7月には、オールスターフューチャーズゲームに、アメリカ合衆国選抜として出場している。2013年1月には、ジャスティン・アップトンとのトレードで、他の若手選手と共にアリゾナダイヤモンドバックスへの移籍が決まりかけたが、マリナーズを移籍拒否リストに入れていたアップトンが、拒否権を行使したため、 トレードは破断となった。8月28日にマリナーズとメジャー契約を結び、8月30日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。5回を投げにあんだ無失点に抑え、メジャー初登板、初先発、初勝利となった。この年は3試合に登板し、1勝0敗、防御率3.60だった。2014年2月27日に、 マリナーズと一年契約に合意した。3月29日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。4月4日にリハビリのため A 級ハイデザートマーベリックスに移動した。その後 AA 級ジャクソントリプル A 級タコマレーニアーズでも登板し6月30日にメジャー復帰した。この年は八試合に投げただけであったが防御率を量化。 脱参心率を向上させた。シアトルマリナーズ時代2015年は、先発ローテーションに入り、規定投球回に到達。11勝8敗と2桁勝利を挙げて勝ち越したが、防御率は2.61から4.56に悪化した。2016年も先発ローテーションで25試合に、先発登板したが、規定投球回には届かなかった。8勝11敗と負け越したが、 防御率は4.22まで低下したほか、キャリア初の完封勝利も記録した。2016年11月23日に、ジーン・セグラ、ザック、カーティス、ミッチ・ハニガーとのトレードで、ケーテル・マルテと共にダイヤモンドバックスへ移籍した。2017年は28試合に先発登板して9勝9敗、防御率3.4946奪三振の成績を残した。 2018年4月、トミー・ジョン手術を行うことが発表された。2019年オフの12月2日にノンテンダー、FA となった。2020年2月12日にマリナーズと単年契約を結んだ。2020年8月27日に後日発表選手、または金銭とのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。オフの11月1日に FA となった。 2021年2月20日にニューヨークメッツと2年総額2000万ドルの契約を結んだ。2023年はプレイヤーオプションとなり、バイアウトの際は300万ドルが支払われる。7月10日に辞退した選手の代替選手として自身初となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは6回表に5番手として登板し、 オールスターゲーム初出場した。平均球速時速1 5 2トルを計測する、フォーシーム、ツーシームに、平均時速1 4 2トルのカッター、スプリッターの速球計4種と、カーブとチェンジアップの、計6球種を持ち玉とする。マイナーリーグを、フォーシーム、カーブ、チェンジアップの3球種でプレイしてきたが、2012年、後半にカッターを習得し、 メジャー昇格当初は、フォーシームとカッターを中心とした投球だった。2014年からはスプリッターを投げ始めており、一方でこの年を最後にチェンジアップを封印した。また、カッターを投げる頻度も下がり、以降は、フォーシームとスプリッターの組み合わせがメインとなった。2015年からは、ツーシームも投げるようになり、速球系4種で、投球全体の90%以上を占めており、 カーブは10%未満となっている。2016年時点でチェンジアップは投げていないため実質を吸収と言える。ありがとうございます。